こんにちは、島津製作所です。私たちは安心安全な社会の実現に貢献するをビジョンに掲げ、航空機に搭載する機器を提供しています。今回は2024国際航空宇宙展に出展しています。当社のブースはこちらです。島津製作所の航空機事業の柱は3つあります。まずは今回の展示会の目玉となる製品をご紹介しましょう。ヘリコプター向けのヘルメットマウンテッドディスプレイです。パイロットの視野に直接情報を映し出すことができます。災害や救助活動の現場では地面に近づきながら空中で静止して飛び続ける場面が多々あります。その時に気をつけなければならないのは障害物です。私たちが開発したヘルメットマウンテッドディスプレイでは、送電線や鉄塔などのぶつかりやすい障害物をセンサーで検知し、パイロットの視野に警告表示を出すことで注意を促します。過酷な状況下で活動を行うパイロットの安全を守る新しい製品です。次にご紹介するのは2つ目の柱であるエアマネジメントシステムです。航空機は高度1万メートル以上を飛行します。この時外気温度はマイナス50度 0.2 気圧程度で、人間が生きている環境ではありません。そんな中でも快適に過ごせるよう、島津製作所では室温や気圧をコントロールする装置を開発しています。エンジンから圧縮された空気の一部を抽出し、これを当社のエアサイクルシステムと呼ばれる空調装置で、空気の温度とその流れる量を調節して機内に供給しています。それと同時に当社の油圧システムと呼ばれる装置で、機外へ排出する空気の量を調整して機内の気圧を制御を行っています。これら装置により機内をおよそ24度、気圧を 0.8 気圧に保っています。このエアマネジメント技術を活かして、新しく開発したものが2層冷却システムです。液体から気体に変化する際の気化熱を利用して、効率的に物を冷やすことができます。燃料電池車や電気自動車のバッテリー、データセンターなどの IT 機器などへの展開もしたいと考えています。最後にご紹介するのは、3つ目の柱であるフライトコントロールシステムです。航空機の揚力や機体姿勢などを制御するために、フラップや水平尾翼などの座面をコントロールするシステムです。ギアボックスや油圧モーターを制御するバルブモジュールなどの精度の高い機器を開発・製造しています。航空機の離着陸では、主翼の後ろ側にあるフラップが伸びてきます。飛行機の速度が出ていないときは浮き上がる力が弱いため、フラップを伸ばして主翼の面積を増やすことで浮き上がる力を増やします。水平尾翼は飛行中の機体の上下方向の姿勢が安定するようにバランスを取る役割をしています。島津製作所ではこのフラップを出すためのシステムや水平尾翼を動かすシステムを開発・製造しています。私たちはおよそ90年以上にわたって確かな技術で空の安全を守ってきました。これからは航空機の電動化や省エネ化、脱炭素化など次世代航空機の開発にも携わってまいります。